見てならそう。やっぱりお客さんに笑ってもらって面白かった楽しかったっていうコメントがあったりするのを見るとすごい、あ、笑い頑張っててよかったなと思います。青山祭で、僕ら、3年生は、引退になるので、本当に集大成という形になるコンビがいくつかあるので、それは本当に今までで一番いい舞台でした。青山祭、那須黒笑い公開は皆さんが経験したことのないような大きさの笑いを起こします。せーの、わー。